次に赤嶺政権君。2票。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。質問に入る前に、党安保委員会には、一般質問は外務大臣、防衛大臣、両大臣揃うというのが決まりであります。今日は、外務大臣が、不在のままの質問になることについて、すでに理事会でも意見は申し上げましたけれども、今後こういうことが繰り返されないように、与党筆頭におかれても十分なですね、努力と責任感を持ってやっていただきたいと思います。これ質問ではありませんので、先ほどの屋良議員の質問に続きまして、私も有機フッ素化合物、PFOS を含む泡消火剤の漏出事故について、質問をいたします。今年4月10日、米軍普天間基地から有毒で重大な健康被害を引き起こす、と言われています有機フッ素化合物、PFOS を含む大量の泡消火剤が漏出をし、周辺市街地は騒然となりました。事故から5ヶ月近く経ったわけですが、近く5ヶ月経った9月4日に米軍の事故調査報告書が公表されました。これによりますと、今回の事故は普天間基地の海兵隊員が格納庫の目の前でバーベキューを行い、その日に格納庫の消火システムが反応したことによるものだったとしています。地元自治体からは唖然とした、言葉がない、バーベキューというのは海でやるもんだと、これを教えてあげなさいという声が相次ぎました。あまりにずさんな米軍の管理体制を示すものだと思いますが、大臣、どのように認識しておられますか。岸防衛大臣。ですね、この普天間飛行場で起きました PFOS の漏出事故でございますけれども、経緯については今委員からご紹介があった通りでございますね。米海兵隊の関係者が格納庫の前で、バーベキューを行った際に、その調理機材の発した熱によって、消火システムが作動し、PFOS を含む、泡消火剤が漏出したと、こういうことでございます。また事故の要因として、消火システムの一時停止ボタンの使用法の掲示が適切でなかったこと、使用法を把握していた者がいなかったこと等が明かされております。要は消火剤を止めることができなかったということだと思います。その上で、再発防止策としてですね、沖縄のすべての海兵隊施設等で、格納庫の消火システムの機能についての理解向上のための教育、それからすべての格納庫の消火システムの一時停止ボタンの標識を最新の規則と整合的なものとするための改定などを実施するとしています。防衛省としては、この報告書によって米側において徹底した事故調査が行われたという認識はしておりますが、地元の住民の方々の懸念を払拭するため、引き続き米側に対して事故調査報告書に基づく再発防止策の徹底、泡消火剤の速やかな交換を求めてまいります。赤嶺君。再発防止策まで述べておられましたけれども、もうちょっと報告書を立ち返って、今大臣も触れられたことですが、報告書の中には、泡の漏出拡大を防ぐため、海兵隊員たちが非常停止ボタンを17回以上押したものの、消火システムが止まらなかったことが明記されています。泡消火剤の放出を止めるためには、ボタンを押した状態にし続けなければなりません。ところが現場にいた隊員の誰一人として
操作法を知らずに、ボタンを押しては離し、放出が始まってはまた押すということを繰り返していました。昨年12月にも普天間基地で漏出事故が起きましたが、その際にも操作方法を知らなかったことが問題になり、米軍は再教育を徹底したと、その時も繰り返していたんです。再発防止のために再教育を徹底すると説明していたにもかかわらず、なぜ今回同じことが起こったんですか。防衛省鈴木地方協力局長。昨年の12月に発生しました事案の原因については、米側の調査報告書におきまして、格納庫内で補助動力装置を使用していたことによって、泡消火剤による消火装置が作動したこととされております。でまた、米側は同事案の調査報告書の中で、再発防止として、屋内での補助動力装置の使用を禁止する指示を策定、それから委員ご指摘ございました、要因に対する消火設備等の緊急システムの使用に関する教育等の実施について勧告しているものと承知でございます。でその上で、本年4月の普天間飛行場における流出事故の調査報告書では、昨年12月の漏出事案を受けたこれらの勧告が、その4月の事故を起こした部隊に共有されていなかったとしておりまして、この点について私どもとして大変遺憾に感じているところでございます。防衛省といたしましては、引き続き米側に対して、昨年12月に発生した漏出事案への再発防止の徹底を含めまして、本年4月の流出事故についての事故調査報告書に基づく再発防止策の徹底と、保有する泡消火剤の速やかな交換、これを求めてまいりたいと考えてございます。委員長。赤嶺君。12月に事故を起こした、格納庫の中で事故を起こした部隊と、4月に事故を起こした部隊は違っていたと、12月に教育したけれども、それが4月には別の部隊が起こしたからっつって、こう泡消火剤に対する管理やコントロールという意識が全くないですよね。全くないですよ。問題はそれだけではありません。報告書は、事故のあった539という格納庫のドアが少なくとも10年以上壊れたままになっていたことを明記しています。格納庫には地下の貯蔵タンクがあり、本来ならそこに漏出した泡が収容される仕組みになっています。ところが今回ドアが壊れ、開いたままの状態になっていたため、雨水が貯蔵タンクの4分の1近くも溜まっていました。そのためすぐに泡があふれ出して基地の外に漏出したということです。なぜ米軍はそのような状態で格納庫を使い続けていたのですか。あまりにもずさんな管理体制ではないかと思いますが、いかがですか。鈴木地方協力局長。ご指摘につきましては、事故調査報告書におきまして、格納庫扉の不備により、外部から輸入した雨水が、格納庫用の地下タンクにすでに溜まっておりまして、本来地下タンクに格納すべき、されるべき分の泡消火剤の一部が格納されなかったという旨の記述でございます。でまた、再発防止策として、事故が発生した格納庫の整備状況に関する四半期ごとの定期報告、これを実施することになってございます。でその上で、大切なことというふうに考えてございますのは、こうした事故を二度と起こさせないということでございます。防衛省といたしましては、引き続き米側に対して、事故調査報告書に基づく再発防止策の徹底、つまりここで言いますと、事故を発生した格納庫の整備状況に関する四半期ごとの定期報告、これをきちっと実施するということと、保有する泡消火剤の速やかな交換、これを求めてまいりたいと考えてございます。委員長。赤嶺君。やるべきことをやってなかったから、起こるべくしてこういう事故が起こったという、答弁にしか聞こえません。昨年、12月の漏出事故を受けてですね、消火システムの取り扱いを再教育すると、先ほど説明があったわけです。これもまともにやられてない。
ドアの改修も放置したまま格納庫を使い続ける、まあ、住民に対する住民の安全に対する責任を全く果たしておりません。米軍は普天間基地周辺の学校や保育園に米軍機から部品を落下させる事故を繰り返してきました。もう普天間基地というのは市街地のど真ん中にあるのに加えて、そこを管理している米軍が運用もあまりにもずさん、もう基地をですね、管理する能力に欠けている、そういう、そういう米軍にですね、普天間基地を使わせる意味が全くない、やっぱりね、住民の命と安全を守るためには、即時の閉鎖撤去運用停止、これになると思います。こんな状態で、辺野古はあと12年かかると言っておりますが、放置しておくわけにはいかないと思います。私は改めてですね、普天間基地の即時の運用停止、閉鎖撤去、防衛大臣、求めて、強く求めておきたいと思います。米軍のですね、事故後の対応も極めて問題です。茂木外務大臣が今日はいらっしゃいませんけれども、10月に宜野湾市の松川市長に、米軍が来年9月末までのまでに普天間基地の PFOS 含有泡消火剤をすべて交換すると伝えました。ところがそのことを報じた沖縄の地元紙、2つの新聞の報道によりますと、外務省の担当者が米軍が求める消火力を満たす基準に合わせた場合、新しい泡消火剤にも PFOS は一定含まれると述べたことが報じられています。新しく交換する消火剤にはPFOSが含まれるということですか。外務省市川北米局長。お答え申し上げます。現在、在日米軍を含む米軍全体として、現在所持している PFOS 含有泡消火剤からですね、定量可能なレベルの PFOS は含まない、より環境に優しい代替製品への交換を進めていると、このように承知しております。で、このような中で、普天間飛行場に、存在する PFOS 含有消火剤についてはですね、2021年アメリカ会計、年度中、すなわち、21年の9月ということになるかと思いますが、それに向けてですね、より環境に優しいものに交換するということで、作業が進められているというふうに承知しております。で、そう申し上げた上で申し上げるとですね、アメリカの国防受験法におきましてはですね、原則として2024年10月以降はPFOS を含む PFAS 含有消火剤を使用してはならないとされていると承知しておりまして、これに基づいて現在、国防省においてですね、米軍の所要を満たし、かつ PFAS を含まない代替品を開発するための調査研究と、こういうものが進められていると、こういうことも承知しております。で、従いましてですね、現在、米側が行っている交換というのは、2024年の非 PFAS 化に向けた取り組みを推し進める中でですね、現時点でできる限りの措置として進められているものと、こういうふうに認識しております。政府としましては、引き続き PFOS 等をめぐる問題全般に取り組む中でですね、在日米軍施設区域における PFOS 含有泡消火剤の交換などの課題について、しっかりと日米間で対処していきたいと、このように考えております。委員長、赤嶺君。今の答弁、全く意味不明だったんですけども、松川市長は4月の漏出事故を受けて、外務大臣に会われたわけですよね、再発防止だということで、その時に、外務大臣が言ったということは、2024年までからを展望しての話であって、今すぐ直ちに、事故を起こした普天間基地の、
阿波消火剤について、PFOS を含まないものに取り替えるという意味ではない、ということですか。定量のなんとかという PFOS を含まないというのはどういう意味ですか。マスコミは取材に基づいて PFOS の一部含むものに、変えるということを言ってますけれども、いかがですか。市川北米局長。ただ申し上げましたように、アメリカの国防受験法ではですね、原則として2024年10月以降は、PFOS を含む PFAS、含有泡消火剤を使用してはならないと、こういうこととなっているんですが、それに基づいて現在、アメリカ国防省では、米軍の所要を満たし、かつ PFAS を含まない代替品を開発するための調査研究を進めていると、こういうことでございます。で、そういう中で、現時点でできる限りの措置として進められている措置というのが、先ほど申し上げた点でございます。委員長。で、定量可能なレベルというのはですね、濃度が特定できる最小の分量であると、こういう説明を米側から受けております。上峰君。私はですね、報道の記事に、を見て、漁師の取材担当記者にも確認をしましたが、外務省の担当者は記事のとおり、PFOS を一部含むと説明していたと、今の北米局長の答弁を聞いていても、その可能性が非常に高いと思いました。米軍は今年9月に新しい代替製品に取り替える契約を結んでいます。すでに契約をしているのですから、外務省はそれがどういう製品かを把握しているはずであります。しかも外務大臣が地元の市長に説明しているわけです。米軍が契約した代替製品には PFOS が含まれていることを外務省は知っているわけですね。だから先ほどの説明を聞いても、一番最小限の PFOS を含むという答弁に聞こえましたけれども、今、米軍が取り替えているのも PFOS を含むと、だから地元紙の記者にそう答えたという理解でいいですね。市川北米局長。お答え申し上げます。先ほど来申し上げておりますが、現在、2024年の非 PFAS 化に向けた取り組みを推し進める中で、現時点でできる限りの措置として進められている、作業としてですね、定量可能なレベルの PFAS を含まない、より環境に優しい代替品への交換が進められていると、こういうことでございます。赤嶺君。2024年からの非 PFAS 化。しかし、私が聞いているのは、今年9月に、米軍が契約した、消火剤、これには、定量可能な PFOS を含まないというのは、定量可能でない PFOS を含むという意味ですか。いかがですか。市川北米局長。定量可能なレベルの PFOS は含まないということでございますので、定量可能でないレベルの、PFOS というのは含まれるということではございます。で、それから泡消火剤の詳細についてはですね、現在、アメリカ軍にさらに情報を確認中でございます。委員長。赤嶺君。今の外務省の答弁を聞いていても、非常に曖昧であります。この米軍がですね、契約を終えて、すでに2ヶ月経ってるわけですから、具体的な製品名、PFOS が定量可能でない部分は含まれるということを言ってますが、一体どのぐらい含まれているか、これは契約した製品名が出されたら分かるわけですから、その事実関係を理事会に速やかに報告していただきたいという具合にお願いしたいと思います。委員長、取り計らいお願いします。午後理事会で協議させていただきます。終わります。
次に